ちょっと前は戦いばかりでろくに休めもしなかったのに、なんだこのゆったりした時間は。あの覚醒戦士とやらが出てきてから一気に余裕が生まれたな。街も少しずつ活気が戻ってきたし。ああ、そういや例の店再開したらしいぜ。おお、あのパスタが最高にうまいって評判の店な。夜の落ち着いた雰囲気もいいってことでカップルに人気なんだよな。俺クーポン券もらった。うわ、行く相手いるのかよ。いねえよ。やろうか。へへ、俺もいねえ。あ、そうだ隊長、ヘルクと二人で行ってきたらどうです。な、ヘル、は、何言ってんのよ。いいじゃん、せっかくだし二人で行ってきなよ。はぁ、またいつ忙しくなるかわからないんだしさ。だからなんで二人なのよ。うん、みんなは行かないのかい。俺たちは今日予定あるからよ。そうそう、リハビリとか筋トレとかさ、腹いっぱい。お、筋トレか、いいね。よし、俺も一緒に。おっ、じゃねえよこの鈍感筋肉、お前に筋トレは不要だ。俺たちの気遣いを無駄にするな。そうか、みんな俺が悩んでいることに気がついて、打ち明けにくいならせめて体調だけにはってことか。いいから二人で行けってバカ野郎。クーポン券やるから。気づけ、ほら気持ちに気づけ。もううるさいうるさい、それ以上なんか言ったら叩きる。おお、隊長が怒ったぞ。まったくダメだな俺は。みんな信頼できる仲間じゃないか。話すべきだ。もう何なのよ。アリシア、そのお店一緒に行ってくれないか。え、あと、わ、私でいいの。頼む。そう、じゃあ行く、行こうか。ありがとう。じゃあ着替えてくるね。このままじゃ変だし、少し待ってて。あ、ヘルクも上着くらい着てよね。ハンラマントじゃ入店断られるかも。ああ、分かった。へえ、あんな嬉しそうなアリシア初めて見たな。この際だ、エデルにも打ち明けよう。エデル。はい。よければ一緒に行かないか。はあ、何おじけづいてるんですか。え、大丈夫ですって、頑張ってください。お、おう、用事あるのかな。